機動戦士、ガンダムシードアストレイシリーズ機動戦士、ガンダムシードアストレイ、機動戦士、ガンダムシードアストレイはアニメ、機動戦士、ガンダムシードの各種媒体で掲載された公式外伝である。機動戦士、ガンダムシードアストレイシリーズの第一作であり、漫画と小説の複数の媒体で展開された。漫画はジャンク屋のロウ、ギュールを主人公とした、ときた。 高一のシードアストレイと戸田康成のシードアストレイ R の二作品。傭兵の村雲ガイを主人公とした小説版シードアストレイとジオラマを組み合わせたシードアストレイ B の二作品。合計四作品が展開された。アニメ、機動戦士、ガンダムシードの主人公、キラヤマトをはじめとした主要人物はサブとして登場。また、 アニメ本編では語られなかった部分を補完するエピソードが描かれている。遺伝子調整され、優れた能力を持った人間、コーディネーターと、そうでない人間、ナチュラルとの間で戦争が起こり、すでに11ヶ月が経過した。激化する戦争で、メカの需要は供給を上回り、リサイクルの重要性が上がったことで、ジャンクや組合の規模は拡大。そして両陣営は、 使い捨てや危険な任務のための傭兵を必要とし、傭兵部隊は数を増やしていった。中立コロニーヘリオポリス。そこでは、地球連合の MS が極秘開発されていたが、それを知ったザフトは5機のうち4機を奪取。その際の戦闘によってコロニーは崩壊した。そして数時間後、掘り出し物を求めて、コロニーへとやってきたジャンクや組合のロート、そのメンバーたちは、 赤と青の MS、そして金色の腕を発見した。思わぬ発見に、歓喜するのもつかの間、そこに、MS の目撃者の抹殺を依頼された、傭兵部隊、サーアッペントテールの村雲ガイが現れた。プロの傭兵を前に出す術もない状況に追い込まれるも、依頼者の裏切りを知ったガイは、青い MS を使い、ローと協力してその場を脱出する。こうして、牢の赤い MS、 アストレイレッドフレーム、ガイの青い MS、アストレイブルーフレーム、そして金色の MS、アストレイゴールドフレームの3体の MS による物語が始まった。ISBN978 から40億4713万 5475ISBN978 から40億4713万5659 ISBN978 から40億4713万 6021ISBN978 から40億4713万 5468ISBN978 から40億4713万5666 ISBN978 から40億4713万 6045ISBN978 から40億4713万 6595ISBN978 から40億4429万 7015ISBN978 から40億4429万7039 ありがとうございます。